こんにちは。奨学金を得て2年間のオハイオ大学大学院プログラムを修了した本田博明です。中部大学では人文学部英語英米文化学科を専攻していました。オハイオ大学大学院のアジア学科で主に政治、地理、歴史、また言語学、英語の教授法、第二言語習得論についても学んでいました。この動画で私が皆さんにお伝えしたいのは、自分が目標に向かって進んでいく中で、あなたには無理だろう、力不足だなどと批判をする人が出てくる可能性があります。果たしてそうでしょうか。私は自分を分析し、何が今の自分に必要か、そういうふうに考えられるスキルを養ってほしいなと切に願います。私ももともとあまり自信がある人間ではありません。ですが毎日分析をし、自分に何が足りていないのか、そしてどのように成長できるのか考えるようにしてきました。そうしてこの大学院でさまざまなことを学ぶ機会がありました。なのでもし何か皆さんがやりたいことがあるのなら、すぐに諦めず、自分に今何ができるのかということを考えて前に進んでください。不言実行の精神でみんなで頑張りましょう。今後はオハイオ大学大学院の言語学で、さらに教授法、また第二言語習得論について深く学んでいきたいと思っています。If you have something you really want to do, just go for it. では皆さん、またどこかでお会いしましょう。